お気に入りの部屋。最近九条館に新しい部屋を作った。何せ空き部屋だけは多い館だ。いくらでも好きに改装できる。もちろん部屋は俺好みに仕立てた。それがこの部屋だ。改装といっても大したことはない。俺の気に入っているものを壁に飾ったり並べているだけの部屋だ。部屋に飾った者たちをただ見つめているだけで不思議と居心地の良さを感じる。例えばこのビニールシート、これは骨だけの傘を広げてそれにかぶせて使ったものだ。こんなに薄いシートが弾丸のようなトゲを防いだのは未だに信じがたいが、これがなければ彼との距離を縮められなかった。そしてこのバールも思い出深い。バールのようなものといえばニュースで登場する鈍器の定番だが、まさか少し無理をしたくらいで折れてしまうとは正直意外だった。まあ折れた部分が尖っているし、泥棒でも入ったら武器とするか。そういえばこの瓶詰め蜂蜜はいつまで持つのだろうか。思わずここに並べてしまったが、朝に食べる焼きたてトーストによく合うので後でキッチンへ戻しておかなくては。飾った様が年代物の机と妙にマッチしているのがこれ。インスタントカメラ、撮れるんですだ。こいつはとても役に立ったが、同時に後悔もある。後で気づいたことだが、まだフィルムの枚数が残っていたのだ。そうと知っていればくちゃら花嫁と並んでもう一枚撮っておくところだったのだが、一応撮影したくちゃら花嫁の写真は額に入れて壁に飾っている。こちらを見て少し笑ったような彼女の顔はとてもキュートだ。こっちにあるのは鯉のぼりの楽譜だ。以前の俺はピアノなど全く弾けなかったが、今後のためにもグランドピアノを購入して練習した。あまり上達したとは言い難いが。手取り足取りピアノを教えてくれた愛にも感謝している。ちなみにあの時拾ったトランジスタメガホンやマッチはどこだったか。そうか、おそらくまだカバンの中に入ったままだ。飾ったものの中で一番のお気に入りがこのカバンだ。このカバンの素晴らしさは一言では語り尽くせないものがある。デザインが気に入っている点はもちろんだが、最大の魅力は手頃な見た目からは想像もできないほどに物がたくさん入ることだ。よく一軒家の庭で簡易物置を見かけるが、正直それに負けていない。おまけに頑丈で重いものを入れても壊れない。また水分のあるものを入れても外に液体が漏れない。加えて多少匂いのきついものを入れても匂いが漏れないという優れものだ。この部屋にあるものを持って帰れたのもこのカバンの存在があってこそだ。だがそんな素晴らしいカバンを目の当たりにして、ほとんどの者が皆軽減な表情を浮かべる。俺が何でもカバンに入れる姿を見ながら不思議とも、あるいは恐怖ともつかない表情をするのだ。このカバンがあったからこそ怪異との退治を乗り越えられたというのに、全く皆どうかしている。カバンにはまだまだ飾るものがたくさん入っている。噴霧器、カセットテープ、空砲銃、大きなのみ。これらをすべて飾り終えた時、きっと素晴らしい部屋が完成するだろう。次にみんなが集まる際には
ここでパーティーをするのも悪くない。ぜひそうしよう。今から楽しみだ。